今回から、曲げ体力の算定を学習します。ここで、もう一度、曲げを受けるコンクリート下駄の状態を確認しましょう。コンクリートの桁に、曲げモーメントなどの荷重を再化すると、桁はたわみます。荷重が小さい段階では、桁の引っ張り部分、つまり下側には、ひび割れは入りません。これが、 段階1ですさらに荷重を増加すると引っ張り部分がコンクリートの引っ張り強度をオーバーしてしまうのでひび割れが発生しますこれが段階2です段階2は荷重をもっと再下して鉄筋が降伏するまでの範囲とします我々が普通使用するコンクリート製の橋の場合には せいぜいぜ段階2までですところが予想もしなかった大きな地震が来て大きな荷重が桁に採火された時には段階2を超えてしまうことがあるかもしれませんつまり鉄筋が降伏してコンクリートが圧縮破壊して桁が落ちてしまうような状態ですこの状態を段階3としています 段階3になると、その桁はもう再利用することができないほど壊れていますが、その桁がどのくらいの荷重で壊れるのかを知ることは、橋の設計において安全性の面からとても大事になります。ここでは、このどのくらいの荷重で壊れるのか、つまり体力の算定を学習します。段階3になると、桁はは、もう壊れていますので、コンクリートや鉄筋は もう体体ではなく素性体と考えますまた当然コンクリートには大きなひび割れが発生しているのでコンクリートは圧縮部分だけを計算に考慮します前のスライドでも説明しましたが鉄筋コンクリートの部材がどのくらいの曲げモーメントまで耐えられるか逆に言うとどのくらいの曲げモーメントを再化すると壊れるのか 曲げ体力と言いますこの曲げ体力を計算するのにあたって仮定を設けます段階1や段階2でも仮定を設けて計算しましたのでその過程と比較してみます段階2と段階3で違う部分はコンクリートと鉄筋が弾性体ではなく蘇生体であると考えかつそれぞれに適切な 応ひずみ曲線を用いることとされたことですコンクリートや鉄筋の応力ひずみ曲線はいろいろな安全率を考えてこれまでモデル化してきましたのでこのモデル化された応力ひずみ曲線を適用して体力を計算することになりますそれでは仮定を一つずつ確認していきましょうまず断面のひずみは 中立軸からの距離に比例すると仮定しています中立軸とは圧縮側と引っ張り側との境目ですがこのラインをゼロ点として端部に行くにつれて歪みが直線的に増加していると仮定するということですこれを平面保持の仮定とも言います本当は直線的ではなく曲線になっているのですが 直線と考えても差し支えないのでこのように仮定していますさらにコンクリートの圧縮縁の歪み量はコンクリートが壊れる限界の歪み量つまり0.0035となっていると考えます次に鉄筋の歪みはその位置のコンクリートの歪みと一致すると仮定しています鉄筋と コンクリートとの付着が大きいので、滑らないで一体として変形すると仮定しています。コンクリートの圧縮縁の歪みが0.0035ですので、中立軸の 1X が計算できれば、鉄筋の歪み量は比例計算で求めることができます。コンクリートと鉄筋の応力ひずみ曲線は、これまですでにモデル化してきました。 段階3ではこれらの応力ひずみ曲線を使いそれぞれの材料の弾性体の部分だけではなく破壊に至る部分まで計算に使用することになります一応モデル化した応力ひずみ曲線が数式で表されていますが直接この数式を使うわけではないので安心してくださいコンクリートはひび割れていることを想定しているので 引っ張り抵抗は無視しますまたコンクリートは圧縮部分のみ計算に考慮しますしたがってコンクリートの面積は中立軸より圧縮側の赤色の部分の面積に作用している応力だけを考慮しますここで鉄筋コンクリートの張りが最終的にどのように壊れるのかについて説明します 針の破壊形態は2種類に分けられて1つは曲げ引っ張り破壊もう1つは曲げ圧縮破壊ですどちらも曲げモーメントが作用して破壊に至るのですが引っ張りが原因で破壊するのか圧縮が原因で破壊するのかの違いです鉄筋コンクリートの針が曲げモーメントを受けるとき針の下側は引っ張り力が作用し上側は 圧縮力が作用します針の引っ張り側は鉄筋が担当し圧縮側はコンクリートが担当していますこの時コンクリートと鉄筋を比較してコンクリートが圧縮破壊するよりも鉄筋の方が早く降伏してしまう破壊を曲げ引っ張り破壊と言いますこの図に示すように針の上側の コンクリートの圧縮縁部分の歪みをコンクリートが圧縮破壊する限界ギリギリの歪み量の0.0035としたとき鉄筋の歪みがすでに降伏歪みを超えている場合がこの破壊形態です逆にコンクリートと鉄筋を比較して鉄筋が降伏するよりも先にコンクリートが圧縮破壊してしまう破壊を曲げ圧縮破壊と言います この図に示すように、針の上側のコンクリートの圧縮縁部分の歪みを、コンクリートが圧縮破壊する限界ギリギリの歪み量の0.0035としたとき、鉄筋の歪みがまだ幸福歪みを超えていない場合が、この破壊形態です。通常、鉄筋コンクリートの設計では、曲げ引っ張り破壊を生じるように設計します。それは、 鉄筋の引っ張り破断が大きな伸びを伴って比較的ゆっくり破壊するのに対してコンクリートの破壊は税制的に突然急激に破壊するので曲げ圧縮破壊は危険なのですそれで安全性の面からコンクリート部分を若干強めに設計して曲げ引っ張り破壊を起こすように調整するのです曲げ体力の計算は 曲げ引っ張り破壊と曲げ圧縮破壊とでは難しさというか面倒さが異なるのでまずは曲げ引っ張り破壊の曲げ体力を学習しますこの図は単鉄筋区形断面の鉄筋コンクリート針が破壊する寸前の断面に作用している力を示したものですコンクリートの圧縮縁の歪み量は 圧縮破壊するギリギリの歪み量である0.0035としますまた中立軸位置で歪み量は0となるので中立軸の位置が分かれば鉄筋の歪みイプシロン S が計算できます今は中立軸の位置が分からないのでその値を x としています歪みの分布が分かればそれに対する応力の分布も分かります 物体が押されて変形しているならば変形した分だけ押し返していることになるのでその押し返している力は応力ひずみ曲線から計算することができますコンクリート部分は中立軸より上の部分で三角形の形で押されているのでこれに抵抗するように応力ひずみ曲線を横に倒した形で押し返しています一方鉄筋は 歪み量のイプシロン S だけ引っ張られているので、それに抵抗するように戻そうとする力が働いています。コンクリート側に働く力を詳しく見てみます。前のページの図は、コンクリート部材の奥行き方向を書いていませんでしたが、ここでは奥行き方向も書いています。コンクリートに作用する圧縮応力は、 応力歪み曲線の形状に奥行き方向つまり断面の幅 B を加えた形となりますコンクリートの圧縮力はこの立体を積分した体積になりますがこの図には曲線部分があるので体積を求めるのは簡単ではありません今回は断面形状が区形なので比較的簡単に積分できますが今後さまざまな断面形状にも 容易に適用できるようにこの図を同じ体積と同じ図信を持つ四角形に置き換えますこの置き換えられた四角形を等化応力ブロックと言います等化応力ブロックを用いるとコンクリートに作用している力はこのブロックの体積となるので縦×横×奥行きつまり c c イコール c 8 5 f c d × f c c d 零点八 x 掛ける b イコール零点六八 f ダッシュ cdbx となります。透過応力ブロックを使用する利点について説明します。前のページでは断面が四角形でしたので透過応力ブロックを使用する利点はあまり感じなかったかもしれませんが、もし断面形状が T 型断面であったり 三角形断面であったりした時のことを想定してみます。T 型断面のコンクリート部の応力分布は応力ひずみ曲線の形になりますが断面が T 型であるのでフランジとウェブとでは断面の幅が異なります。それと同時に応力度はひずみ量により二次曲線になるので積分して体積を求めることが難しくなります。 それに対して等価応力ブロックを適用すると体積は四角のブロックの組み合わせになるので比較的簡単に求めることができるようになります。まためったにないと思いますが断面が三角形の場合にも同じようにウェブの幅が高さにより変化することと応力度が歪み量により二次曲線になるので体積を求めることが難しくなりますが等価応力ブロックを適用すれば 三角柱の形になり体積を求めやすくなりますこれらのように透過応力ブロックを用いることでいろいろに複雑な断面形状であってもコンクリート部分の圧縮力を求めやすくなるように考え出された方法なのですコンピュータがますます発達して応力歪み曲線の式と断面形状を入力すれば圧縮力が求められるようになれば透過応力ブロックは 不要になるかもしれませんが、現在ではまだまだ役に立っています。モデル化されたコンクリートの応力歪み曲線と、矩形断面から透過応力ブロックの圧縮合力と、図芯位置を求める方法をここに示します。それほど頻繁に使用しませんが、参考までに式を確認してください。まずは圧縮合力の求め方です。 次に圧縮合力の作用位置の求め方です。 ここでは単鉄筋区形断面に作用している鉄筋の引っ張り力について説明します曲げ体力の計算ではコンクリートの圧縮縁のひずみは破壊ギリギリの状態であり一方鉄筋はすでに降伏していると仮定しています鉄筋が降伏すると応力ひずみ曲線から明らかなように抵抗力はひずみ量にかかわらず一定の値 となりますしたがって鉄筋の引っ張り力は交付応力に鉄筋の断面積を掛け合わせた値つまり ts イコール as かける f I d となりますここまで学習してきたことをまとめるとこの図のようになります単鉄筋矩形断面に曲げ応力度が作用して 針が壊れる寸前の時には、コンクリートの部分には分布応力が生じており、透過応力ブロックを用いて計算できる圧縮力 C'C C が作用しています。一方、鉄筋は降伏しており、鉄筋の位置に TS という引っ張り力が作用しています。コンクリートの力と鉄筋の力は、等しい量で方向が反対に作用しています。 これらの力を用いて曲げ体力は計算されることになります。